Everybody, welcome to Family Time. 今日もスーパーリクエストたくさん来てました。 Really? Yeah. Okay. Cool. だと思う。じゃなかったら、でも何回かリクエスト見たコメントで見たことはありますね。ダダダダン、ドラムロール。タイトルを見てください。確かにもうみんな分かってるよね。大月、最近ノックアウトで試合やりましたよ、ね。やりました。でもこれは昔の大月選手です。昔の大月。Yes。で昔の大月選手はね、もうちょっとなんて言うんだろう。プライム。ね。The best。ピークね。ピーク。ベスト時代の大月。なるほど。そう。今はもうちょっと年を取って、この試合見たら分かると思いますけれども、やっぱりスピードが落ちてますね。スピードと、まあ、やっぱりスピードだね。スピード、スピード、スピード、everything。うん、年取るとそう言われますね。スピードは一番最初に、衰えちゃう。で、最後に衰えるのがパワー。パワーはずっと自分と一緒です。力みたいな。パワーはね、やっぱりスピードプラス、ストレングス、力。is power。Okay、let's say 力。力。そう。よく、UFC のアナリストはよくそういうふうに言いますね。それもある。スピードが最初に出て、でも、力は、ダン・ヘンダーソン、おじいちゃんでも、まだめっちゃ強い。あ、おじいちゃんじゃなくて、おじさんでも、すごいパワーおじさんがいっぱいいます。大月も、パワーおじさん。いや、大月 is a power おじさん。いや、確かに。でも、若い頃はもっと早かった。早いし、もっとアグレッシブだし、やっぱりね、Enough talk! おしゃべりはもうおしまい。試合を見ましょう。2003年、そう、数学、Math time。10プラス4 equals。14年プラス3年。No! What? 2017年でしょ ?Yeah。So 10プラス4、because it's 2003年。Yeah, yeah.14年前。なお、僕は違う計算の仕方をしてたんだけど。あ、これ、あれだね。It's the 赤と青のリング。これ、後楽園だよね。後楽園でしょ。あ、タイトルマッチだ。タイトルマッチだ。そう、大月選手はやっぱりトランクスは変わりませんね。かっこいいトランクスだね、それ。Anyways、こうやってアナウンサーが、アナウンスするので。ほら、若い大月選手ですね。おお、もうちょっとね、小さい。やっぱりね、筋肉がついてくるんだよね。年取ってくると、まあ、ある程度、大きくなる。ブワカンもそうでしょ。そうだね。あんまり、多分、トレーニングの時間が少なくなっていくと思う。もうグローブ見てください。めちゃくちゃやりづらいそう。すごい、スポンジみたいな。スポンジ。やりづらそうだね。大月選手、やっぱりみんなわかると思いますけど、ガードがない。ガードがない。でもね、このガードがないと、やっぱり距離を探しづらいの。みんな普通ガードにジャブを当てるでしょ。それで距離をちょっと探すんですけれども、大月選手、ガードがないから、これどこを打つかわかんないでしょ。だからみんな多分顔を打とうとして空振り伸びきっちゃう、最初から重いのを入れたい、重いのを入れたくないんだけれども距離が分かんないから重くなってしまうと思う、で大月選手はいつも左手は下、右手は上っていう構え、左手を下にしてほら下から出すと見えないの、左手みんなここ見るでしょ、左下から上に出すと急にバーンと顔に当たる、で右はこの上から普通オーバーハンドだね、上から入れる、だからこっちかこっち、で顔も前に出したら相手 ね近く見えるの、でも本当は遠い、本当は遠い、だから当たると思っても当たらない、だからガードがないけど、それなりに対策ちゃんとしてるね。そう、リーペン。Like that。その、左。ほら、見えないんだよ。
でしょ、うん、でここでもう行っちゃおうか。試合の中で大槻この左アッパーよく使うんですけども、まあ種類いろいろあると思うんですけど、この試合で2種類あるね、うん、1つは右のフェイントをして、フェイントじゃなくてもただタッで出す、うん、肩を1回回して出す、でたまにはこのまま出して入れる、うん、そう、タッターンかターンで、普通いつもその後右を出すの、右だね、そう、タッタッターンかタラーン、で相手はかなり迷うんだよ ね、 迷うね。でこうやって左を出すとこの動きでしょ、たまにこのまま右を入れる、だから左だと思っても、うん、タッターンダーン、うんうん、両方とも左でいってるっていう感じに見えるんだけど、っていうかこっち左出すと思ってるんだけど、うん、本当はオーバーハンド。 anyways、 あ、やめる、あ、もう一回見よう。で、右ローも上手、うん、っていうか蹴りも出せる、蹴りも出せる、タッターン、ほら前蹴りも上手、右ロー、いいね、左手いつも下げて、はい、面白いのはサウスポーに変えたら、うん、まだ左手が下で右が上になってるの。ああ、だからちょっとまたやったね。そう、あ、見えね。大槻はやっぱりトリッキー。トリッキーだね。トリッキー選手。ほら、じゃあ今度は肩回さなくて、そのまま。まあ早いしね。早いんだけれどもリズムちゃんと変えてるよ。そら今のタッタッタ。でもあのまた次はボディで前蹴り、前蹴りちゃんと蹴りを混ぜるの、うん、コンビネーションの混ぜるよりも、うん、普通パンチからローだっていうんだけど、うん、彼はパンチパンチパンチで蹴り混ぜる、うん、でパンチはの蹴りのことを忘れた時に蹴りを入れる、うん、でもあの大槻速いあの飛び込みが速いんだけれども、やっぱりこの足を見るとやっぱりこのかかとが絶対地面触らない、うん、で膝両方とも相手なるべく向ける、向ける、ね、そしたら前に入るのが早い、早い、うん、ほらいつでもピョンと入れる、うん、でこの赤いグローブ着てる選手ね、一番最低なことやってるの待ってる、絶対ダメ、ロー散らさないと、うん、そう、そういう風に当たんなくていいんだけれども、とりあえずなんか散らして出さないと、まあ、自分の一番長いやつ出さないとね。でもあのガードないからパンチ当たんないでしょ、うん、だからローで、で今のフーッとよくリズム変えてフェイント、うん、フェイントって言えばいいね、フェイントしてから入れて、うん、でまたたまに蹴りを出す、おお今のね、一回ロー出すでしょ、カットするでしょ、うん、今ロー、また出すフェイントでこの立ってる軸足を蹴ります、ローカットしたでしょ、で大槻は自分の左に行きながら、おい、 Yes ね、 Yes でそこからパンチ、パンチ、I'm a 大槻ファン。大槻ファン。やっぱみんなもう見てわかりますよね。この大槻は全然今最近ノックアウトに出た大槻と全然違います。うん、まあ同じ大槻なんですけれどもやっぱり違います、ね。こっちの方が全然もっと危ない。速い、アグレッシブ。もっと危ない、ね、うん。打ち合いっていうよりも打ってもうもらわない。うんうん、また左アッパー、それが多分ベストコンビネーションだね、うん、左アッパーストレート、うん、左ボディーストレート、左アッパーストレート、インアウトがいいね、インアウトがいい、うん、またジャブトゥザボディ、よく混ぜてね、ボディージャブね、うん、ラウンド1終了。
まあそれが本当に大月の武器ね。たまにたまにたまにそのままオーバーハンドで、あの試合のラウンド3だと思うんですけども、今度はフェイン、ローキックのフェイントから、うん、パーン左のアッパーやるの、うん、そうだから本当に Use your imagination、 何でもね、これが上手ならいろいろそのテクニックを出す方法あれば、うんうん、そうだね、毎回当たる、自分が上手なパンチかけり一つあれば それを当てればいいんだから、ローキックだったらいろいろね出してから、そうね、ゲンジの左蹴りみたいに、そうよかったら僕たちのゲンジ vs スワレックの分析見てください。 Yes Yes That's a perfect example. Perfect example. Perfect、yeah.ほらまた同じ、うん、でもね本当にその左手が低いのがキーだと思う、うん、見えいつだって見えないじゃん、左手はそんな低いと、うん、でもね、いいフットワークないと無理だね、絶対飛び、あのステップバックが入らないと、ヒュッてちゃんと足を、相手が入ると思ったら下がんないと、下がるか攻撃するか、普通下がる、うん、大月は普通下がりますよね、うん、でたまにパンチで、自分のパンチで入るね、うん、でもプレッシャーファイトだ、プレッシャーファイトですよ、大月、うん、like that 下がる下がる、次は入ると思うよあ、いい、まあ、入れると思ったね、いいね、うん、いいね、でもグッドタイミング、赤コーナーの方も、あ、今度は右アッパー、あーでもね、あのそう、そういう蹴り散らした方がいいよ、うん、うん、そうだね、スピードの勝負は絶対ダメ、うん、おお、でも今の良かったね、もう一回見たい、ジャブ、左ボディ、そうジャブ、フェイント、いいね、いいいい、ガードをさ、相手のガードを下げるね、ボディー当てて、でもジャブってジャブのフェイントだもん、うん、ジャブのフェイント、ね、フェイントしてその肩回して左ボディーオーバーヘッド、また同じコンビネーション、でも今度はジャブから、 But it's good、 いいバンバン、いいテクニックだよ、すごいワイルドに見えるけど、ちゃんと上半身が曲がったりひねったりしてないの、パンチはちゃんと足の上に乗ってる、うん、から重いパンチが投げられるの、あ、打てる、重いパンチが打てる英語でスローパンチっていうのパンチを投げる、スローは投げるっていう、うん、そうでも本当にそれだね、左でゲーム、また同じ、でもちゃんと足がちゃんと前に行ってる、ね、当たり前でしょ、そのコンビネーションが上手だから、それは当たり前でしょ、上手に打てるのは、でもそれコンビネーションそのまま出しても、うん、ダメだから、ちゃんとフェイントがたまにパンってたまにそのまま入る、左フックで入った、うん、oh, see, sometimes he goes in、うん、相手を引きながらね、でたまにブォーまたね、またでも確かにたまにこのストレートアッパー、たまにボディ、たまにフック、うんうん、あボディの蹴りちょっと当たり始めたね、そう、うん、相手もやっぱりなんか、うん、攻撃出さないと、でも重いパンチもらったね、But, you know, ダメージは明らかに、But it's like, it's kind of like the Conor. その分析もあります。Yeah. Conor. What's the title? コナーマック。コナーマックレガーの分析のビデオを見たら、この分析説明してるので、うん、もしよかったらそのビデオを見てください。でも、確かに同じことですよね。うん、まあ、コンセプトは同じだね。コンセプトは同じ。若いね。若い。全然、あの、
が荒くもないし、ね、余裕って感じですよ。そう、こうやって大槻選手みたいに飛び込みたい、このこういうスタイルやりたい人はね、あの足、あの絶対ベタ足はダメ、あの右やっぱ当たんないよ絶対に。その角度からね、うん、そう、ローキック重い、うん、あれだったね、さあフェイント、うん、これロー一発入れるよね、ローで、ここでフェイントでロー、うん、出してる間だったから、あ、まあ、でもダウンであるべきだった。それうまいね、あの相手が入ってくるのに下がりながら、うん、下がってるんだけど、あの構えをサウスポーに変わってパンチどんどんバーンバーンバーンって入れる、うんうん、だから大槻選手サウスポーからのパンチやっぱり大槻はニュートラルコーナー入れないと、あ、そうだねさっきからずっとストレートフック、ストレートフック、ストレートフック、終わりだから飛ん…そう言ってそう、真ん中に入んないとだよ、俺違う、今のは特にひどいよ、だって大槻の後ろでやってた、大槻は見えるわけないでしょ、そんなのね、レフェリー試合したことない Anyways ね、あの、やっぱりそういう…ごめん、ごめん、そういうレフェリー見るとちょっとです、あのでも本当だ、本当にそうだよ、だってThat bothers me a lot. 事故にはね、本当に、いや、本当にそういうのちょっと気に障ります。だってワンツースリーと膝をもらわなくていい、ワンツースリー膝をもらっちゃったの。で、特に自分がもううわーってなってる危ない状態でもっともらうのは、それはあの危ないよ。ね、危ないし。はい、人生に、自分の人生にすごい影響あるもん。そうだね、あの、まあ、あのお客さんはみんなこの試合この試合じゃなくても試合を見た、あのもう終わっ試合が終わったらもう自分の人生に戻って全然何もほとんど影響ないんだけども、うん、2人はねやっぱり2人人間だから、試合が終わってもこれから家に帰ってこの中でこのリングの中で起こったものはね一緒に帰っていく、うん、だからダメージは返っていく、そうだから次の日頭痛い、あの光が目が、まあ、光がもう眩しくて頭が痛くて部屋から出れないとかいろいろあるので、この2人じゃなくて、まあ、選手みんななんですけど、リングに上がる2人はそのここの中で起こったものをね、うん、人生ずっと持っていくので、たまにそのパンパンレフリーが遅かったらいいのもらってダメージもらったらそれもね人生変えるみたいな。そうで、なんか試合でなんかダメージ得るべきじゃないってそういう意味じゃないんです。僕はレフリーが甘かったからそれをレフリーが自分の仕事が上手だったらそんな受けなくていいはずのダメージが受けると、それは僕はちょっと、で僕はファイトファンなので、いい選手がいたらずっとね、もっといい試合やってほしい、だんだんなんかうーってなってきて、それが一番あの見たくないもので、それを作るのがこういうバッドレフリーせっかくだからNo, I'm sorry, this I don't like it when this happens. でもね、But look at the referees でしたおじさん、でもこれはダメだ、もうストップ、ストップで、Look! これね、もし、うん、ね、まあ、どの業界でも上手な人と下手くそな人はいる。But that's too much. Too much だよね。
But 大月 is also too much. 大月も大月がなんでこういう風にパンチができるのって言っても、やっぱりこのガードがないっていうのがキーだと思う。左手が下、下になって下から上に上げるのが見えない。だからいつも最初はこの下から上ですよ。それからフックとか出るの、でそれから下からじゃなくて、そうこっちは右から入ってきて、そう、この試合であんまり右のリードはなかったんだけど、あんまりね、よくやるよね、でも、あの最初からフックとかやると絶対うまくいかないと思う、見えるから最初はまっすぐの、そうまっすぐ、ね、こう下から、本当に下からのジャブ、もうアッパーよりもストレートだよ本当に、下からのストレート、ストレートアッパー、ストレートアッパー、ジャブ、よくボクシングでボクシングでやるんだけれども、このガード、前こういうガードよりも下がこういう風にガードして、ここからなんていうんだろう、こう下から上に出すジャブ、フリカジャブ、フリカでしたよね、フリカジャブ、フリカジャブ、そういう風にそれに似た感じなんだけども、それよりも重いフリカジャブって感じっていう感じですね。 Anyway、 それ大月の分析でした。多分ね、もっと大月の分析やろう、そうだ ね、 ノックアウトが公開したら、載せますので、もしかしたらこの動画公開するときはもう出てる可能性あります。この間のノックアウトの10月4日のノックアウト Vol.5、 その試合で全部分析したいと思いますので、皆さん楽しみにしてください、That was 大月の分析。皆さんよかったら僕たちの Facebook、Twitter、Instagram をフォローしてください。他の分析してほしいファイターいたら、それとも動画面白かったですと思ったらコメントで教えてください。そしてもしこの動画が好きだったらチャンネル登録してください。登録。動画もいいねボタンたくさん押してください。お願いします。イエーイ。Alright, thank you so much for watching this video. いつも見てくれてありがとうございます。We'll see you again soon! Bye bye!